トマトリゾットを作ります。人参 30g、玉ねぎ 50g、20回ほどブンブン引っ張ります。フライパンに有塩バター大さじ1を入れ、ブンブンした具材。ウインナー2本を入れ炒めます。トマト缶二分の1缶、砂缶二分の1缶、コンソメカリュー小さじ2、 水 120cc を入れ混ぜ合わせます。沸騰したらご飯 300g を入れ、ほぐしながら炒めます。ピザ用チーズ適量を入れ、軽く混ぜ、溶けたら完成です。